彼が家に来てから僕の生活はめちゃめちゃ孤独だ。父さんはディオと僕を比較してヘマやるとすぐ無知でぶつし、お前だけはディオが何したって僕の友達だよね。誰だ今の女の子。僕をじっと見てた。どこかで会ったことのあるような気もするけど。あ、僕のハンカチ。思い出した。人形を取られて泣いてた女の子だ。ハンカチ洗って届けてくれたんだ。ブドウありがとう。ねえ、明日もここにいるから君もおいでよ。黙ってたったの一言も言わないで。女の子って可愛いな。それに改めて思い出すに、あの子抜群に可愛いぞ。ジョジョはまだまだいじめさと落ち込んだ気持ちが続いていたが、恋とその素敵な好奇心がジョジョを行動させた。たちまちジョジョと女の子は友達になり、ジョジョは彼女に夢中になった。ふん。やあ君、エリナって名なのかい。ジョジョと遊びに行ったろ。あいつ最近浮かれていると思ったこういうわけだ。やったさすがディオ。俺たちにできないことを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。君、もうジョジョとキスはしたのかい。まだだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。手段は問題ではない。キスしたという結果があればいい。これでジョジョとこの女の仲も終わりになる。ジョジョに会っても気まずい思いを抱くだけさ。この女が親からレディの教育をなされていればなおさらだ。ジョジョの心に砂漠を作ってやるため、奴には決して友人とか恋人は与えん。そして生きがいのない奴は古き人間になる。ああ、見ろ、こいつ一体何考えてんだ。泥水で口を洗ってるぞ。こいつは頭がおかしいんじゃねえか。ディオにキスされたのがそんなに嫌だったとしても、なんで石鹸でなくてわざわざ泥で洗うんだ。近くに川もあるのによ。この女、ドキリ、わざと泥で洗って自分の意思を示すか。そんなのはつまらんプライドだ。くそ、なんてことだ。思わずカッとなってしまった。このディオともあろうものが、たかが女ごときに。もういい、行こう。この日のディオの行為は子分たちの間で話題となり、それはジョナサンにも伝わった。ディオー、人の名を。ずいぶん気安く呼んでくれるじゃないか。それに思いっきり握りしめている拳、一体それでどうする気だ。決して許さない。この家に来てからの君の僕に対する嫌がらせではない。僕のことなどどうでもいい。ほっほう、さては聞いたな、あの愛しのエリナのことを。そして鉄拳による報復に出ることを考えたわけか。
ジョージョ、見苦しいぞ、嫉妬に狂った姿は。彼女に対する侮辱が許せない。徹底的に叩きのめしてやる。それも正々堂々とな。そうすることによって、自分はもうこのデュオには勝てないということをジョジョ自身の体で覚えるからだ。喧嘩でも人生でもな。新たな力が湧いてくる。カカロッ、クープが、カナクープが、やっつけてやる。クープが、やっいいぞ、新しい力が湧いてくる。いい感触だ。この程度ではこんなやつに、新たな力が湧いてくる。やっつけてやる。クープが、やっつけてやる。この程度か、クープが、やろ。この程度か、ザコが、この程度か、カノー高め、やろ。この程度か、ザコが、クープが、そう、ザコが、こんなやつに、こんなやつに、この程度か、この程度か、この程度か、バカめ、ザコが、新たな力が湧いてくる、この程度か、やっつけてやる、やっつけてやる、ザコが、バカめ、やっつけてやる、クープが、かなわない。クープが、負けられない。この程度エリアの名誉を取り戻すため戦わなくてはならない。やっつけてやる。クソ、やろ。クープが、この程度か、やっつけ。クープが、うわー、やっつけてやる。こんなやつに、まだまだ、こんなやつ、まだまだ安心するな。クソ、こんなやつに、やっつけてやる。こんなやつに、やっつけてやる。クソ、この程度か、クープが、ザコが、新たな力が湧いてくる。この程度か、バカめ、やろ。やっつけ。クープが、新たな力が湧いてくる。やっつけてやる。やっつけてやる。クープが、せい、まだまだ安心するなよ。やろ、こんなやつに、やっつけてやる。せい、カノーク、やろ。この程度か、新たな力が湧いてくる。クソ、クソ、やろ。せい、クソ、やろ。クープが、手段は問題ではない。やっつけてやる。カノーク、やっつけてやる。カニャロ、バカめ、クソ、この程度か、この程度か、カノーク、やろ。こんなやつに、クソ、カニャロ、カニャロ、せい、やっつけてやる。こんなやつに、やっつけてやる。カカッ、カカッ、まだまだ安心するなよ。やっつけてやる。カカッ、カカッ、ザコが、ザッカノッ、やっつけてやる。ザコが、まだまだ安心するなよ。ザコが、この程度か、せい、ザコが、カノッ、この程度か、所詮この程度か。新たな力が湧いてくる。ザコが、まだまだ、カノッ、クソ、バカめ、カノッ、クソ、ザコが、カノッ、クソ、ザッ、クープが、クソ、このスイッチ、スイッチ、やっつけてやる。こんなやつに、まだまだ安心するなよ。カノッ、クソ、マヌケが、スイッチ、カノッ、こんなやつに、ザコが、おお、こんなやつに、せい、この程度か、カノロ、クソ、やっつけてやる。クソ、カノッ、クープが、カノッ、やっつけてやる。こんなやつに、カノロ、クソ、クープが、
程度か。ラクガ、ラクガ、この程度か。ラクガ、クイッ、おお、ラクガ、いいぞ。新しい力が湧いてくる。いい感触だ。まだまだ安心するな。ジャブ、ジャブ、こんなやつに。バカめ。うわー、クソ、クープが。やろ、クープが。新たな力が湧いてくる、クープが。クソ、まだまだ安心するな。ジャブ、ジャブ。一体何事だ？父さん！男子たるもの、喧嘩の一つもするだろう。しかしジョジョ、今のは抵抗もできなくなったディオを一方的に殴っていたように見えた。紳士のすることではない。え？違う！言い訳無用、部屋に入っとれ。二人ともだ。後で二人とも罰を与える。そして7年の歳月が経過する。ジョジョは一人ぼっちのままどのように成長していくのだろう。石仮面は静かに時を待つ。